笑いコンビ千鳥のノブ38が11日深夜放送のアベマ TV チャンスの時間水曜あと 0.00 に出演。フランスでのスリ被害の詳細を明かした。ノブは10月競馬番組の取材でフランスパリへ。相方の大悟38にその話題を振られ、スリですか、心配するようなことじゃないよと苦笑い。ポシェットを肩からかけていた。店で女王の服を見ていたのよ。サイズこれやって選んでいたらもう盗まれていた。カバンのチャックが開けられていたと当時の状況を説明した。取られました、6000円と被害額を明かすと周囲は驚きを隠せず爆笑。6000円でえらいニュースになってもうた。めちゃくちゃパニックになったんですけど、結局は財布が返ってきたのでよかったなと思ってますと騒動をまとめていた。